わかわかわかりはでーす。集まれ動物の森、ハッピーホームパラダイス、続きをプレイしていきたいと思います。本日も、よろしくお願いしまーす。さあ、ここはどこでしょう。ここは、散らかった私の部屋。部屋じゃない。島。散らかってます。本日は、うちの島の子を別荘に呼びたいと思います。ハニワがね、なんか2、300個くらい作ってる気がするんだけど、あと1種類だけね、未だにゲットできないんだよね。まあ、それはいいんです。それはいいんです。今日、島に呼びたい子がどこにいるか探さなきゃいけないんです。家にいるかな？あ、家いるね、やった。ビンタ、あれしばらく話しかけてなかったっけ、ごめんね。うん、これいらない。うん、お土産チョコレート、はいどうぞ。うん、そう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 。一緒に行ってみよう。うん。はーい、行こう行こう。足の裏かわいい。ちゃんと里行きの服になってる、よく見たら。うん、みたいね。あー、かわいい。ルンルンしてる。尻尾がピコピコ動いてんのがかわいい。どう？ビンタ楽しい？そうだね。ビンタ大好きなさ、食べ物屋さんもいっぱいあるからちょっと見といてよ。ちょっと仕事の準備してくるわ。おはようございまーす。あ、扇風機じゃない。うちわ持ってる。あおいであおいで。あ、涼しい。はい、涼。あ、終わっちゃった。お仕事しまーす。うん。はーい、行ってきまーす。よし、ということで本日はうちの島からビンタを。猫がリラックスできるおもてなしをしてみたいな。いいね、猫だね、君。うん。うん、乗る乗る。聞かせて聞かせて。はーい。はーい、よろしくお願いします。猫をおもてなし。キャットタワー、猫草、ダンボール、ダンボール。まあ確かに猫はダンボール貼るの好きやねんな。はーい。そうだな、猫。
ね。猫。猫。ここにするか。さすがにここの文章は汎用的な方になっちゃうんだね。いつもならクレボーならどっちって言ってくれるんだけど、理解にしましょう。はーい、お任せあーれ。はーい、猫をおもてなしやっていきましょう。まずはお家の外観からです。猫が住んでそうな家っていうと、こういうなんか玉の時とかそうだけど、和風なイメージあるけど、でも全然洋風でもいいと思うんだよね。ビンタは濃い青と、黄色。ああ、そっかそっかそっか。前回だっけ？前回だっけ？たぬきショッピングで買えるものが使えるようになったよって言ってましたね。おっと、これは幅が広がって埋まってしまうやつ。たぬきショッピングの家具が選べるようになりました。よーし。あー、ボックススツール。なんか、こんなんあったんやなって思うよね。お外は何がいいのかな？でも、ビンタは遊ぶのが好き。食べ物と遊ぶのが好き。かっこ勝手なイメージが今年。だから、おー、家具も。あ、本物、偽物もちゃんとあるんだね。あ、すごい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 。たぬきマイル来た、これ。いいじゃん、いいじゃん。たぬきマイルも使えるようになったのか。あー、カーニバル。ふん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 。あー、イースター。ふんふんふん。あ、ピサのシャドウ。あ、そっかそっか。南極点、ジョニーの家具も、いいんだね。あー、あかんな。これはこれであかんな。あー、あかんな。山もある。当たり前か。あ、そう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 。前回欲しかったの。これこれこれ。このタンクが欲しかったの。じゃあ、大型、あ、模型もあるんだ。あー、いいね。管理しようよ。あ、バレーのネットあった。これで深夜のバレーボー大会がアップデートできる。なかなか迷うな。水際にはプール。
え、なんかお砂場にさ、お砂場に、よいしょ。なんか、お砂場にってか、お砂場の隣にさ、滑り台、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっととりあえずここら辺でいいか。滑り台がある。よね。これはビンタが遊び散らかして片付けなかった三人称。ってことは、ホースリールが解放されたってことだよね。ああ、各世界の食べ物とかそういうのも全部アンロックされてる。ああ、そっか、ケーキとかさ、ああ、ファーストアニバーサリーケーキ。あ、誕生日ケーキもあるんだ。ああ、ダメ、ああ、ダメよ。ダメダメ。もだえてしまう。ああ、クリスマスのキャンドル。何探してたっけ？あ、そうそう、フォースリール。ああ、カーネーション。フォースリールどこ？フォースリールどこ？あー、リセットさんの模型。あー、模型いっぱい。当たり前だけど、コンプってるからね。あー、そっか、ここら辺もあるんだ。ハロウィン部屋とかマリオ部屋作ってあげたいね。あれ？こっち？ちょっとホースリールないんですけど。名前で検索できたりしませんか？できませんか？あ、消火栓。あー、いいね。そう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 、ブルドーザーとかしょ、こういうの、こういうの欲しかった。そうそうそう。ママチャリ。あ、海賊船とかも。作りたいね。海賊船いいね。海賊船とハロウィン。で、目的を忘れそうなんだけど、ホースリールどこですか？ああ、遊園地も作りたい。遊園地も作りたいよ。ちょっと待って、ホースリールどこ？これ何？カゴ台車。ああ、なるほどね。ホースリールなくね。ホースリールどっち、そもそも家具なの？小物なの？ああ、音楽隊もいいね。ちょっと待って、出てこない。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。ラスンゴリライ。ラスンゴレーライ。ん？あ、ヤドカリの模型か。フォースリールどこ？アパレルショップもいいなぁ。フォースリール見つからんからもう諦めていいっすか？小物の方だと思うんやけどなぁ。見つからん、もういい。どんどん川に追いやられていく。
ベンチも用意してあげた方がいい気がするけど、まあいいでしょう。ホースリール探すのにめっちゃ時間かかっちゃったし。さてさて、室内行きましょう。今回の部屋の広さは44だと。プラモ塗装部屋とか作りたいね。66にしますか、今回は。で、まず、壁紙。かわいい壁紙がいいよね。ちょっと大人っぽいね。あー、ウェディングシリーズもあったね。本当。これかわいいんじゃない？ちょっと待って、床が見えない。地なし畳も出てきたか。ちょっと大人っぽいのばっかやね。ここカジノみたいだね、この赤黒ピータイル。カジノもいいかもしれないね。あ、ジョイントマットいいんじゃない？ジョイントマット。いいじゃん、いいじゃん。で、オーダーから、猫のトイレ、ベッド、逆だね。トイレとベッド逆ですね。ご飯、遊び道具、こたつ。あ、ジョイントマットにこたつは合わんな。木製、シンプルでいいか。間違えた。赤じゃない、赤じゃない。黄色、黄色。よいしょ。よいしょ。猫はやっぱりね、だんだんになってるのが好きだからね。ちょっと運動できるスペースがいいよね。シンプルマットも引いてあげて、1、2の、やつで、1、2、キッチンマットでいい。言わなきゃバレない、キッチンマットだって。よいしょ。ここに、ご飯と、トイレ。あー、なんだけど、そして、トイレ。で、棚。11の棚、何あれ？え？
あ、レトロな停留所か。11の棚。棚っていう棚はないのか。こうやって見ると。本棚とかはあるけど。ウッドワゴンじゃないんだよなぁ。これでいいか。ローディスクみたいな。物が増えすぎてよくわかんないよ。ちょっと待って。ローディスクの。ローディスクっていうか。あったあったあった。ローボード。よいしょ。ん？どっちが表？こっちね。あーでもローの割には高いな。ローの割には高いの意味が不明やけど。たらこれをこういってこうした方がいいんじゃなかろうか。うんうん、いいんじゃない。でよいしょ。間違えた。よいしょ。あれ。よいしょ。あ、これの上、あれ？仕切りの上乗らへん？あ、乗らへん。あ、そう。あら、そう。あら、そう。サイですか。サイですか。そうですか。まあこんなもんかな。ねえ、壁掛け。壁掛けを、ああ、いろいろ増えてていいね。いいんだけど。いいんですけど、いろいろ増えてて嬉しいんですけど困ります。お魚でも飾っとこうか。絵画には興味ないやろから。あー、やばい、これはやばい。そう、あのパートいくつだろう、3か4ぐらいで、あのものすごい写真を持ってるっていう話をしたと思うんですけど、ものすごい写真を持ってるっていう話をねしたと思うんです。私ものすごく持ってるんですよ。終わねえ。あ、終わった終わった。ポスターもいっぱい持ってるんですよ。ポスターもむっちゃ持ってるんですよ。当たり前ですが。終わんねえ。あ、終わった終わった。
え、この中から探すの大変じゃね？でもこれ、種族別に並んでるから猫さえ見つければ、すぐ見つかるかな。あ、猫だ、開いたわ。冷房はあんまり邪魔がされないような場所で、とりあえず、なんとなくビンタの写真を例に習っておいて、お魚しゃんいっぱい並べとくか。他の壁に貼るのはなんかまたちょっとあれやな。でもだからといって、天井は？どうですか、天井。あ、そっか。まだね、変えてない天井家具が多い気がするんだよね。よいしょ。でもさ、ちょっと待って。ここら辺ちょっとこっちに移動させて。まあ、あれですね、猫は魚好きとか言われますけど、別に魚が好きじゃなくていうわけじゃなくて、本能的に好きってわけじゃなくて、普通にね、肉が好きな猫もいますし、その時食べた環境で魚が日本は多かったから魚好きみたいな。らしいですよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。猫は高いところに登るのが好きです。で、ぴょん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 飛び跳ねていくのが好きです。なので、ちょっと高低差がある家具を置きました。で、壁も登れるようにしました。ただ、ここ見えてないけど、エアコンの上に行かれるとちょっと困るので、エアコンは飛んでもいけないような場所にしました。で、この、棚は、おトイレ掃除セットと、ご飯、補充用が入ってる。くつろぐでしょ、猫草でしょ、あ、そう。あ、あ、これはいけませんね。あ、遊べるか。よしよしよし。で、猫はね、体の作りっていうか、なんだろう、生態上というか、胃のものが逆流してくるので、そのままだと。ご飯食べてるときに同じ姿勢だと、逆流してきちゃうので、高いところに、ちょっと高いところに餌を置くと、こう、胃に対して口が上にある状態でご飯を食べるので、逆流があんまりしないっていう小ネタ。いいじゃない。終わったよ。
うん、できたできた。いえいえ、ちょっと質素な感じだけど。かわいい。ダン。ダーン。タッタッタラタッタラッ。遊んでくれてる、やった。かわいい。はーい、うん、うん、取らして取らして。はーい、みんなおめかししよっか。でもな、おめかししなくてもええ気がするんだけど。うわ、むっちゃアンロックされてる。当たり前だけど当たり前だけど、むっちゃアンロックされてる。こんな服買ったっけ？覚えてない。何がいいかな。まあ、今のチェックのままでも全然可愛いんやけど。物がね、多いとね、それもそれでね、迷ってしまうよね。あ、ヒーローロボ T シャツとかあるんだ。あ、てか全身かな。クマな服、猫な服はありましたっけ。いや、こう見ると種類多いよね。あのナンパとか前でもちょっとちょろっと話をしたんだけど、コレクションが好きなので、自分は。でも、このベルト付き水玉ワンピースの緑が手に入りました。黄色も青も赤も欲しいよね。一個ずつ倉庫に欲しいよねって言って、全部一個ずつコレクションしてるんですけど。まあ、倉庫足りないよね、そんなことしてたらね。だって家具の量だってすごいじゃん。いや、今のままでもいいかな。今のままでいこうか。さあ、どこに、ビンタどこに、そう、動物にポーズ取らせたり、 ZR を押すと自分になるんだよね。 ZR 自分になるんだよね。とりあえず消すじゃん。ダメだね。
もう一回遊んで。かわいい。かわいいなぁ。こっちにしようか。遊んでる方に。ピントできたよ。はーい。帰るよ。うん。うん。君は私たちの島でも会えるから。いつでも会えるぜ。ただいま、戻りました。はーい、ただいまでーす。やったー。今日は終わります。うん。はーい。これいくらだったっけ？あ、6万1200か。ATM の中が、1万8000、4万9000、4万9000。あと1回か。よし、OK。はーい、じゃあ、よいしょ。本日は、うちの島の住人、ビンタを、別荘に呼びました。前回アンロックされた、たずきショッピングで買える家具が全部アンロックされたんですが、物がありすぎても困るね。とんだ贅沢だね、それはね。どうしようかな。探すのも結構時間かかっちゃうね。まあ、ぼちぼち、思い出したらブラッシュアップしていく感じで、とりあえずやっていこうかと思います。本日のお仕事も、あと次回かな。次回で腕時計が買えるはずなので、このまま次回も続けてやっていきたいと思います。ということで、本日はここまで。また次回をお楽しみに。バイバイ。いや、猫の尻尾と肉球はほんと可愛いよなぁ。